勇者の選択肢がおかしい。5ヶ月ぶりですね。前回のパートアップしたが2月だから5ヶ月ぶりですね。第4話がね、公開されたんで、今回やっていきたいと思います。久しぶりですね。この5ヶ月の間に俺 VTuber デビューしましたからね、皆さん。前回さ、魔王城に一番近い町、コンプレアンノとかいうところに行って、そこで宿に泊まったら、最後の謎の女の人が予売を迫ってきたんですよね。だからね、エッチな展開になりそうな予感、すごい気になっとったわけですが、ここ。よっしゃ、このまま4話を続けてプレイします。第4話、魔王の仲間と、雪景色、演歌歌手か。雪景色っていう演歌歌手の、の口からしか聞いたことないわ、最近お前。宿で休息をとっている勇者一行のもとに、なんと、魔王の手下である一匹の魔物がやってきました。そうなんだよ。それに対して勇者山田がさ、おっぱいの形いいですねって美乳をね、美乳を褒めてるんですよね。確かにおっぱいエロいですね。しかし、なぜかその魔物は猫身を襲うわけでもなく、ただただ普通に話しかけてきたのです。エッチですね。エッチですね。あなたはその魔物に一言何かを言おうとしました。しかし、その瞬間、ジバンも目が覚めたのか、ベッドから勢いよく転げ落ちました。その音でシェイラも目覚めます。ジバン、誰だ、どこから入ったんだ。でだ、シェイラちゃんの S3 連コンボ来ました。めっちゃ呆れてる顔してるからな、この女の人。全員起きちゃった。もうあなたも入ってきていいんじゃない。まだ誰か一人いるの。目の前の魔物がそう言うと、ドアがコンコンとノックされます。そして返事を待たずにドアはガチャリと開かれました。誰だ、ご主人か、この女の人のご主人か。結婚してるのかお前ら。そこには鎧を着た大きな男が一人入った立っていました。わあ、なんかリーグオブレジェンドに出てきそうな感じがするな、こういうやつ。タンクキャラ。その男は一見人間のように見えましたが、鎧の隙間からははみ出す獣の毛が魔物であることを物語っています。その様子を見た謎の女の魔物はあなたに向かってこう話し始めました。あなたたちに話したいことがあるの。美人ですよね君。美人だね。いつ頃だったら山田ですけどっていうところなのにさ、ここに関しては美人だねって、口説きにかかってるからな。は？自身にまたがる謎の女性にあなたはそう言いました。またがるって表現があるからね、ちょっと官能小説読んでるような感じの表現出てますからね、またがるってね。お前な、何言ってんすか兄貴。くーん、あ、そんな鳴き声だった普通に、なんか喋れんのや。この鎧の魔物喋れんタイプの魔物だったんじゃな。その場の全員が戸惑いの表情を浮かべてます。まあそりゃあこんな状況で勇者がいきなりナンパを始めたらこうなりますしかし目の前の謎の女性は戸惑いの表情から次第に余裕のある笑みを浮かべ始め、あなたにこう言いました。ふーん、あなた本当に私のことを美人って思ってるの。おっと、これはガードが硬いですね。ほいほいついていくバカ女ではありませんでした。はい、とてもそう美人だと思います。とてもおっぱいが、特におっぱいが、はい、とても美人だと思います。はい、とても美人だと思います。はい、とても美人だと思います。なぜ3回言ったんだろうな。あなたは肯定的な言葉を発しました。ふーん、そうなんだ、ふーん。あれ、割とちょろかった。あれ、ガード硬かったわ。何だったんだろう。急にそんなこと言われても困るんだけどな。絶対照れてるな、でもお前。だってお前の体の周り花が咲いてるんだもん。小さいけど花咲いてるんだもん。
謎の女性はにまにまと笑みを浮かべ、まんずらでもない様子でした。どうしますか？よっしゃ、このまま畳みかけろ、畳みかけろ。なんだそのポーズ、お前中二病みたいな感じになってるぞお前。佐藤一馬みたいに見えてきてな、お前、お前佐藤一馬そういうポーズたまに取るぞお前。このスバ、いやはや、この世のものとは思えないほどあなたは美しいです。その白い肌、青く透き通った角、ツヤツヤでプルプルのそのピンク色の髪、神が作った芸術作品と言われても誰もが納得してしまう美しさだ。あなたは思いつく限りの褒め言葉を彼女に浴びせました。そんなに、あ、褒められてないな、この女の人。褒められてないな、この女の人。結構チロいタイプの女の人でしたね。これはやれるぞ。ベッドの上でやれるぞ。そんなに褒められるの何年無事かしら。照れちゃうわ。何年も褒められてないの。確かに美人なのは確かなんだからな。ははは、まんざらでもない。乙女の顔。乙女の顔や。この後、うち来る？誘ってきた。誘ってきよったで、うちって何やだよ。魔王城に連れてこれるんか、お前。なんでやねん！お前喋るんかーい。割と普通に突っ込んできた。むしろ来ないでほしいっていう話をしに来たやで。関西弁。大阪の血が流れとるわ。どういうことだ？そうよ、そのことを私たちは話していきたんだったわ。聞いてちょうだい。なんだ？その後、魔王の仲間の二人は語り始めました。まずは自己紹介からかしら。そうだ、自己紹介してなかったな。お前ら誰やねんって感じやな。新手のお笑いコンビみたいな立ち方してるな。なんか左がなんかキャインのウドちゃんみたいな感じに見えてきたわ。なんかそう言いながら鎧をまとった魔物はケイレブ、女性はアイムと名乗りました。アイムちゃんか。そして二人は魔王様から伝言を授かっていると手紙を渡してきました。あ、やっぱ魔王のしもべなんやな、差し金なんやな。なんかその手紙スマブラで見たことあるぞ。え、俺もしかしたらスマブラ参戦できるの？山田参戦みたいな感じになるんかな。恐る恐る封を開けてみると、そこには綺麗な字でこう書かれていました。背景、月が赤く綺麗に輝く季節となりましたが、勇者殿はいかがお過ごしでしょうか。めっちゃ丁寧や。魔王めっちゃ丁寧や。こいつ国語の成績良かったタイプじゃ。学生時代国語の成績良かったタイプの魔王じゃ。さて、この度は勇者殿の魔王城訪問の件につきましてご連絡させていただきました。丁寧すぎてなんかが会社の人事部の人みたいな感じになっとるよお前。入社試験の日程はいかの通りになっておりますみたいな感じになっとるよお前。誠に勝手ながら一身上の都合によりお迎えすることができないため、勇者殿にはお帰りいただきたく存じます。ご了承のほどよろしくお願いします。まず勇者殿がこちらに向かって来ている理由を把握いたしかねます。望みがあるのでなれば目の前にいるであろう家来にもお申し付けください。本来ならば直接お断りするところですが、手紙でのご連絡となりましたこと重ねてお詫び申し上げます。勇者殿たちのますますのご活躍をお祈りし、申し上げます。ケーグ魔王。ビジネス的な、めっちゃビジネスできそうな魔王やな。つまり魔王様はあんたらに帰れって言ってんねん。なんで関西弁なんだ。ケーレブ、お前作り主の親が関西人なのか。向かってきてる理由がわからないとも言っているわ。いや、滅ぼしに来てんだよ。お前が悪事をやってるから滅ぼしに行ってんだよ。でもなんか今の手紙の文章を見たら、魔王って悪いやつじゃないんじゃないのって思ってきてしまうんやけど、話し合えば分かりそうな魔王な気がしてきたんやけど。ふざけた手紙をよこされたものだな。いや、めっちゃ丁寧だったよ。
ジバン、めっちゃ丁寧だったよ。もうこの上ないぐらいに、もうこれさ、なんか、才能、手紙の才能めっちゃあったよ。逆に考えて帰ろうか。その言葉を聞くと、同時にジバンが怒りをあらわにします。一体何が逆なんだ？それより、こうやって帰れるわけはないだろう。黒手紙を読んだところで、俺には魔王が何かを企んでいるとしか思えなかった。そうっすよ、分かってるんすよ。そう言われてもなあ。ジバンとシェイラは異を唱えます。その後、ジバンはこう口にしました。ならば、こちらの望みをよ。近頃魔王たちが活性化し凶暴になっているわけを話してくれ。あれ、今なんか勝手に飛ばされたんか。今なんかこの鎧のやつが喋ろうとしてるの。それについては話せないわ。何かを言いかけたケイレブの口をアイムが塞ぎます。そこ口なん。ほら見ろ、やはり何か企んでいるのだろう。敵対心を解かないジバンとシェイラに魔王の仲間たちはこう言いました。どうやらおとなしくお家に帰ってはくれなさそう。魔王の仲間の二人はその場を立ち去ろうとします。じゃあ迎え、え、迎え入れる、じゃあ迎え入れる準備をしに、俺たちは先に城へと向かおうか。迎え入れる準備してくれるんかい。結局のところ。そうね、じゃあね勇者さんたち。おい、このまま返すわけないだろ。その場を立ち去ろうとした二人にジバンは杖を突きつけました。今後力をつけて立ちはだかってくるかもしれない二人、今のうちに倒しておく方が賢明というジバンの判断は正しいかもしれない。が、しかしケイレブはアイムを抱えた状態で窓を突き破り、あっという間に逃げていってしまいました。うわー、ちょっと待って、お前ケイレブ、お前ずるいな。アイムちゃんという可愛い子をこう抱っこして、俺も抱かせろ、お前にも抱かせろよ。くそ、逃げ足めっちゃ早いっすね。まあ逃げちゃったものは仕方ないっすよ、ジバンの兄貴。てか黒宿のセキュリティやばいな。そうやな、普通に侵入してきたもん、こっちの入り口からな。その後、家の庭園に事情を話し、別の部屋を用意してもらった勇者一行はもう一度睡眠をとることにしました。再度魔王の仲間が侵入してくることを警戒して、部屋には結界を張りました。先ほどよりかははるかに安全です。いろいろと疲れた3人は泥のように眠り、気がつけば空は明るくなっていました。じゃあいろいろあったが、そろそろ出発しようか。あいつらなら迎え入れてくれる準備をしてるはずだからな。豪勢な料理を用意して待っているかもしれないな。張り切っていきましょう。アーダたちが息込んだ後、ジバンはあなたにある問いかけをしてきました。どうしたお前、金なら貸さんぞ。今日もセグウェイには乗っていくか。あったわセグウェイ。そうじゃ、セグウェイ持っとったな。そうじゃ、俺セグウェイこの前第2話だったか、そのあたりで購入したんだったわ。セグウェイ乗りたい乗りたいってダダこねたらさ、買ってくれたんよな。セグウェイさ、メタ的な現実的な話をするとさ、生産中止になったんだってね。レアだな。だとしたらセグウェイ、私は少しくらい歩いた方が健康にはいいかなって思うすけど。確かにそれもそうかもな。山田の兄貴はどっちがいいと思うすか。今日もセグウェイに乗るか、自分たちで歩くか。もちろんセグウェイに行く、乗っていくだろうお前。あなたは今日もセグウェイに乗っていきたいということを二人に伝えました。そうだな、せっかく買ったんだし使わないともったいないよな。そうだぞお前。そうっすね。そう言いながら三人はセグウェイにまたがりました。シュールな光景だよな。世界観に合ってないんだよなこれ。乗り物を使って進む決断をした勇者一行は街を後にしました。どうしたHa ha 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 ha
魔女を出てシブロックした次の瞬間、乗り物が爆発、死産してしまいました。メンテ受けてなかったんか。乗っていた乗り物がなぜか爆発してしまい、その後勇者一行はチージーになってしまいました。ジバンとシェイラの二人はすぐに合流できたのですが、魔力を持っていなかった勇者は仲間と再会するのに苦労し、その時の一人ぼっちの恐怖ということは簡単には忘れられないものとなってしまいました。その後少しの間でも一人になることが怖くなってしまった勇者はトイレさえも一人で行きません。まあ大大事よりも先に勇者の心の傷を治すことが最優先です。再び魔王退治に出かけることができるのはしばらく先になりそうです。もしかしてセグウェイが生産中止だったんでこういう理由なんすか。セーブしてなかったのが悪かった。自分の足で歩こう、それが冒険というものだよ。なんかメール来たわ、俺の iPhone。よっしゃ、行くぜ。歩いて行こう。俺は体を動かすのが大好きなんだ。じゃあなんでお前セグウェイ買ったんだよ、お前。まあ、そうだろうな。兄貴はやっぱりそうっすよね。話し合いの結果、これより先は歩いて向かうことになりました。でも、このセグウェイを持ち歩いて歩くのは面倒なんだが、勘弁なんだが。この町の預かり所にでも預けましょう。そうだな。乗り物を預けるためにあなたたちは預かり所を訪ねました。預かり所へ着いた3人は早速乗り物を預けようと手続きを始めます。しかし手続きの最中、店員にこれは預かることができないと断られてしまった。なぜだ、なぜダメなんだ。あまりにもこのセグウェイがウェイウェイしているせいか。店員はあなたらはよくわからない発言をしてこう答えます。いいですね。そういうのお客さんは無視した方がいいよ。こんなよくわからないものが付着しているセグウェイなんか危険で預かれないよ。よくわからないもの。あれ、なんかこれ爆発した原因に関係ありそうな気がするんやけど、なんやこのマリオカートにできそうな 赤いコラはお前。追尾するやつ、後ろから追尾してくるやつ、お前。赤い、なんだこれは。勇者たちのセグウェイには確かに小さな謎の物体が付着していました。センサー付きの爆弾に見えるけどね。もう何点もの持ち込もうとしてんだい。テロリストじゃないだろうなあんたら。やっぱりだ、これで爆発しちゃうんじゃ。違うっすよ。いいからさっさと出て行ってくれ。店員はしっしと言わんばかりに手を振り、3人は店内から追い出されてしまいました。理由がわかったな。まさか理由がわかったとは。その後勇者一行はその爆弾と言われた赤い物体を再度確認してみました。確かに爆弾っぽいな。ある一定の場所に近づいたら爆発する、そんな機能のついたもののように見える。ああ、魔王城に近づいた剣爆発したんじゃん。あれなんでそんなものがついてるんすか。明らかに昨日の二人だよ。見当もつかない。見当つけや。怪しいだろう、どう考えてもあの二人が。まあ危ないか、これはさっさと処分しようか。ジバンは魔術でセグウェイを消滅させます。そんなことできるんや。わい。その後悩んでいても仕方ないということで勇者一行は先へと進むことにしました。わい、セグウェイ。もうセグウェイには出会えないんだよ。生産中止だからな、お前。あ、雪来た。あ、だから雪景色なんじゃ。少しの間歩いて進んでいくと、あたり一面が銀世界になりました。シェイロはウキウキしている様子です。わあ、雪っすよ、雪綺麗っすね。シェイラちゃんの方が綺麗だよ。あまりはしゃぎすぎるなよ。どうしますか、シェイラちゃん。ウェーイ。あなたはシェイラを雪の神に向かって突き飛ばしました。女の子にやることではない。はしゃぎすぎ、はしゃぎすぎだよお前。軽く突き飛ばしたつもりなのですが、シェイルはものすごい勢いで飛び、雪の壁に突き刺さりました。
やり投げの投げた後やりみたいになったらもうおい手加減をしろ手加減をその後シェイラは雪の壁から何とか脱出すると笑顔であたり雪玉をぶつけてきました。もう遊びやだよくもやったっすね山田の兄貴シェイラちゃん腹についてる腹についてるせいでトナカイみたいな感じになってる。ああもうその後も勇者一行は雪遊びに没頭し雪を存分で満喫しました。冒険進まんやないかしばらく進んでいると勇者一行の目の前の雪が盛り上がっていることに気がつきます。ジャンプ台かな。なんだこれは、あまり近づかない方がいいかもな。これ身長勇者だったらね、身長勇者の主人公は竜宮院聖だったら怪しいからって絶対炎の魔法で溶かしにかかりますからね。なんかもっこりしてるっすね、丸もっこりですね。そうだな、もりもりもりも丸もりもりもっこり。勇者一行はこのもっこりした雪を少し警戒しながら横切ろうとしました。出たー。次の瞬間その雪を突き破って中から白い巨大な魔物が現れました。うわーわ、 RPG らしい BGM とともに RPG らしい現れたっていうメッセージが出てきた。雪魔物はびくともしない芝の風魔法、一切効かないだと。そういえば先ほどの町で聞いた話、凶暴な魔物や人間は赤いという話を覚えているか。そうっすね、魔物門番さんが教えてくれたっす。目が赤いっていう話だったな。赤はないな。でも凶暴じゃないってこと。こいつもその凶暴な魔物の可能性がある。ただ見た感じだと白い色の魔物のように見えるが。そうやな、乳首が確かに俺気になっとったんよ。赤い部分といえば乳首だなって思ったんだが、え、そっちが目なんこれ、もしかしてそれが目なん。乳首が赤色に染まっている。あなたはそう口にしました。全然さ、ちょっと膨らみがあるけどおっぱいに見えるんやけど女の人じゃないからダメですこれ。てかこれ目っぽいな。でもこう見たら確かに目に見えるなこれ。乳首が赤色系統の色合いなのはすごく普通のことなのでは。いや、言われてみればやつの乳首は赤すぎる、異常に赤い。窓なのか。こいつの戦闘は避けた方が良さそうだ。山田、なんとか全員逃げるために黒魔法をひるませる攻撃をしてくれないか。私は耐性の魔法をかけるっす。シェイラは氷耐性魔法を唱えた。全員氷属性の攻撃に耐性がついた。サンキュー。あなたの行動ターンが回ってきました。セーブだ。これはセーブした方がいいとも思われる。雪玉、柔らかいやつ、硬いやつ、石。昔雪合戦で嫌われた戦術、雪の中に石を詰めて投げるやつ。投げつけろ、100ダメージだ。頭から赤い血を攻撃的だ。飛び跳ね、そして着地すると、その反応で勇者一行はもちろん地面に積もっていた雪もが宙に浮かび上がります。一瞬の出来事で反応がくれ、そのまま三人は雪とももみじくちゃになりながらされながら地面へと叩きつけられました。受け身を取れたあなたでしたが雪に埋もれ身動きが取れません。本来ならば瞬時に地盤があなたを見つけ出してくれ、シェイラが治療してくれるはずなのですが、一向に助けが来ません。一人も雪に埋もれ身動きができない状態なのでしょうか。そんなことを考えているうちにだんだん寒く眠たくなってきます。あなたは意識を手放しました。冬眠の季節なのか。魔物からの攻撃を受けボロボロになり、雪の弊害によってさらに衰弱してしまった勇者一行は一度国に帰ることにしまい、帰れた。動けないって言ったら帰れた。雪の被害から免れ、一人で必死に雪に二人を救出したのはシェイラでした。身体ダメージはあまりなかった勇者一行でしたが、孤独と不安と戦いながら二人を探したシェイラの心ダメージは重大なものでした。もう少しも離れますよ。そう言いながらシェイラは地盤と勇者の手を常に
逃げるようになりました。ジバンは仕方のないなと。あららら、いつか3人って仲良く手をつなげた魔王を倒す子が来るのでしょうか。あ、これはこれで平和だからよしとします。何の攻撃が良かったんだろうな。割と柔らかい攻撃の方が良かったんかな。わっ、冷たってなった。山田に投げつけた。あ、お前か。何かを刺したジバンは雪玉を雪魔物に投げつけた。雪魔物から笑みがこぼれる。集団心理の同調現象によりシェイラは雪玉を雪魔物に投げつけた。ああ、分かり合うことができたわ。なんか知らんけど分かり合うことができたわ、お前。俺たちは分かり合うことができた対話やな。雪玉をぶつけ合うという名の対話やな、お前。その後、少しの間遊び続けた雪白い雪魔物は満足そうにその場を去っていきました。めっちゃ笑顔やん、こいつ、お前。私、初めて魔物と遊んだっす。俺もだ。一体何だったんだろうな。あれは遊び盛りなんやな。遊び盛りなんやな。魔物と仲良く遊ぶというなかなか不思議な体験をした勇気者一行は、その後も歩みを進めます。こいつ多分受験のストレスとかあったんやろうな。怪しいやついるよ。めっちゃ怪しいやついるわ。しばらく進むと、そこには一人の商人が座り込み何かを売っている様子でした。勇者たちを見るや否やパッと目を輝かせて大きな声で話しかけてきました。おお、やっとバージョン2ってな、お前。そういや商人おったな、前にもセグウェイ買った商人がおったけどバージョン2おったわ、お前兄弟か。おお、やっと人が来た。そこの方々、よかったらうちの商品見てってくださらんかね。やめとく。あなたはその商人を無視することにしました。黙ってあなたについていきます。ちょっとお客さん。商人の呼び声を聞きながら勇者一行は魔王城を目指し再び歩き始めました。普通にするしちゃった。何の展開もなく普通にするしちゃった、ごめんよ。なんかもうちょい抵抗してほしかったんやけどさ。もうちょい頑張ってほしかったよな、商人の人には。もうちょい粘ってほしかったんやけど全然粘ってくれなかったわ。見ていくわ。分かった。あなたはそそくさとその商人に近づいていきます。おお、どうぞゆっくり見ていてください。ジバンとシェイラもその後を続きます。何を売っているんだ。ここは私特製の傘を売っています。こんな雪の中、何も対策せずに進むなんて寒いでしょ。よかったらお一つどうですか。安くしときますよ。そう言いながら、商人はメニューをあなたに渡していきます。いろんな傘があるんか。私は遠慮しとくっす。俺も別に。山田はどうする。せっかくやけん買えばいいやんな、これ。ビニール傘、空を飛ぶ傘、すげ傘、すげ傘ってなんだろう。すげ傘気になるなぁ。なんかこれ気になるわ。空飛ぶ傘も気になるけどさ、すげ傘ってなんだ。すげ傘を一つください。あなたはすげ傘を買うことにしました。なんのすげ傘なんか。すげ傘ってなんだ。何がすごいんだ。ありがとうございます。あ、割と普通なんか出てきた。割と普通なんでできたな。傘って言ってもそっちかって感じやけどさ、別になんともないわな。あー、見た目が見た目が変わっただけだった。満足ったって言われてもさ。和風なチョイスだな山田、なんでそれを選んだんだ。え、すげえ、俺もそう思っとった。すげえ傘の略だろうかと思ったから違ったわ。あなたはそう答えます。そんなことだろうと思っていたぞ。その時、ふとあなたの耳に呼び止めるような、そんな声が聞こえたように感じました。あー、伏線か、これ。その傘である理由の伏線か、お前。
その方向を振り返ってみると、そこには頭に雪を積もらせたお地蔵様が凛として立っていました。わあ、なんか昔話みたいな家電化になってきた。セーブしとこう、セーブしとくわ。だが断る。あなたはお地蔵様を気を止めず歩みを進めました。すると次の瞬間、足元に転がっていた石につぶつき転んでしまいます。兄貴大丈夫っすか？心配してシェイラはあなたに駆け寄ります。しかしそれよりも、あなたはお地蔵様から放たれる威圧感が気になって仕方がありません。おお、なんかすごいマガマガしいオーラが出ております。お地蔵様が自分の傘を欲している。あなたはそういうように思いました。どうしますか？あげない。これは俺が買った傘なんだ。そう言い、あなたは傘を両手握りしめながら立ち上がりました。わあ、俺の足元から摩擦が消えた。その瞬間、足元の雪に滑り、あなたは再度転んでしまいます。兄貴、一体何をやってるんだお前は。転んだせいで鼻血が垂れてきました。あなたはお地蔵様から放たれる威圧感がさらに強まっているのを感じます。あげないわ、このハゲめ。いい加減にしろ。そう叫びながら、力強くあなたは立ち上がりました。その瞬間、あなたは治癒魔法をかけようとしてシェイラの杖とぶつかり合ってしまいました。しかも股間、あなたは意識を失いました。そこはダメだよシェイラちゃん。おどこの大切なところの気を出し、気を失ってしまった勇者は仲間に運ばれた以上クリーン帰ることになりましょう。勇者はその後とても苦しむことになってしまいました。そう、歩くたびに毎回転んでしまうようになってしまったのです。シェイラは勇者が診察した際に分かったことは2つ。勇者には転んでしまう呪いの魔力がかけられていることと、24時間気合で耐えていつでも転ばなければ呪いが解けるということでした。勇者の転ばない戦いが今始まりました。もう退治は一時休業です。悪いな、待っていて、ね、もてなす準備をしてくれている2人、いけなさそうにないわ。転ぶ勇者満身創痍。そうやな、優しさを見せなあかんよなって思うわけですよ。皆さん、あれ十字キーが動かん。まあいいや。あなたはつい先ほど買ったばかりの傘を お地蔵様にかぶせてあげました。兄貴優しいんすね。するとお地蔵様から感じられた威圧的な気配は薄れます。お地蔵様がお礼を言っている、そんな風にあなたは感じました。さあ行こう。あなたをお地蔵様に一礼し、その場を後にしました。これ後でなんかお礼しに来てくれるパターンかな。しばらく歩き続けると足元の雪がだんだん少なくなり、水気が多くなってきました。そろそろこの雪地帯も抜けるだろう。かなり魔王城まで近づいてきたな。暑いのは嫌っすね。じゃあ脱げば。ああ、嫌だな。まあそんなこと言ってもおいても仕方ないっすね。そうだな、きっと魔王を倒して、そしてさっさと帰ろう。あなたたちは意を決して先に進みます。その後もあなたたちは奥へ奥へと歩みを進めます。うお、魔王城っぽい感じになってる。もうザ魔王城みたいな、そういう混沌とした見た風景が目の前に広がってる。すると雪で覆われていた銀世界は一変し、真っ赤で熱くマグマの吹き荒れるおどろおどろしい姿へと変わっていきます。いや、繋がってたわとは思えん。さっきも言うと銀世界と繋がっていたとは思えんわ。遠くを眺めると赤く輝く火山の頂上にうっすらと、でも確実にそこに魔王城があるのが見えました。あなたたちの冒険も終盤を迎えようとしています。魔王との対面はもうすぐそこに。あなたは手に力を込めました。カン、もうかっこいい終わり方した。というわけで今回はここまで。第5話はね、なんかまだまだ先だと思う。第3話から第4話ができるまでに5ヶ月かかったんで、結構待つということになるかと思いますんで、また覚えていたら、第5話ご視聴お願いしますね。というわけで皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。終了。